時は戦国末期、日の本すべてを焼いた戦火は未だに勢い衰えず、山深い芦名の国にも燃え広がっていた。心すらなくしたか。ああ、共に来るか、飢えた狼。そして戦場で拾われた狼は修行の末熟達の忍びとなった。忍びの掟は忘れまいな。親の次に大事なもの、お前の心に刻むがよい。あれが今日からお前のあること。命を賭して守る。たとえ奪われるとも必ず取り戻すのだ。よいな、狼よ。一心の国取りから24年、芦名の国は斜陽にあり、狼の忍びはすべてを失っていた。育ての義父も、守るべき主も。忍びよ、目覚めてください。あなたの主のために。Thank you.
どぞこにおるあの忍び、特に貸せな。どそこにおるあの忍び、特に稼いなどしておりませんが、構わぬのでしょうか。大事ない。刀もなく気力すらない。奴はもうただのふぬけよ。桜が今宵も月に照らされておる。巫女様はまた月明かりで書をお読みかの。そうじゃな。まだほんの子供というに囚われとは気の毒なことじゃ。ああ、源一郎様も何かお考えがあるのだろうが。閉まっておるか。閉まっておるが、壁の穴はそのままにしておるぞ。ああ、そちらは心配いらぬだろう。穴は崖際じゃ、通えるものなどあるまいよ。よく来てくれた。久しいな、狼よ。お迎えに参上いたしました、我が主。うむ。表を上げよ。サビ丸、そなたの刀だ。
我が忍びよ。主従の約定に従い、命を賭し、我に仕えよ。良い。狼よ、もう一つそなたに渡したいものがある。受け取ってくれ。薬水のひょうたんだ。これで傷を癒してくれ。さて、そなたの体、その後大事はないか？その後とは？あの世のこと、覚えておらぬのか？はい。いや、司祭は後にしよう。今は、このアシナの城を脱さねばならぬ。御意。堀沿いに進んだ橋の下に、城外への抜け穴がある。一心様より、そう聞いたことがある。まずは、その橋下の抜け穴を見つけてきてほしい。見つけたら、そうだな。足の歯笛で合図をくれるか。ほら、昔、聞かせてくれたであろう。
こうピーッとな。その音を頼りにそなたのもとへ行こう。
この橋の下、堀のどん詰まりに抜け穴があるじゃろ。あそこも見張りせよとの仰せじゃと。なんとも限界なことじゃ。戦が近いのかもしれんの。狼をよく見つけてくれた。さあ参ろう。御意。血の定めから逃れることしかできぬとはな。この城を出ていずこへ参ろうか。まずはアシナの国を離れるか、あるいはどこかに身を隠すか。そなたはどう思う？御意のままに。御意か。そなたは変わらぬな。は。いや、懐かしいと思うてな。さあ参ろう。
行こう。ここを抜ければアシナの場外だ。久しいな、巫女よ。叔父上の墓前以来か。源一郎殿、私は すまぬ。お任せを。邪魔立てするか、巫女の忍びを。忍びとてこの程度か。巫女はもらっていくぞ。目覚めたようじゃな。どうやらまだ死の定めではないと見える。さん、名は何という、その目、差し爪、忍に敗れた狼といったところか。言えぬ。それが忍びじゃな。わしは仏を掘らなきゃなら。お前さんはお前さんで好きにしな。この左腕、俺に何をした？そいつは忍び義手。赤腕の狼には
おあつらえ向きの牙じゃろうて。仏を掘るには無用でな。お前さんにくれてやる。忍び騎手。そいつは、ただ失った腕を補うもんじゃない。任務を見つけたら、わしのところに持ってくるがいい。任務だと。そうか、このからくり。察しがいいな。任務を持ってきたら、忍び義手に仕込んでやる。そうすりゃ、その義手のありがたみがわかるじゃろうさ。うん。喋りすぎたな。行きな。何故俺はここにいる。ただ、拾ったのよ。屍かどうかもわからぬものを。野良犬に食わせてやることもあるまい。どれほど俺は眠っていた。お前さんを拾ってから随分経つぞ。そうか。じゃが、主の主はまだ生きておるぞ。アシナの城で囚われとなっている。だがすぐにもその血を利用されちまうだろう。お前さんを見ればその価値は十分にあろうというものじゃ。巫女様の血が利用されるとはどういうことだ。わしも詳しいことなど知らん。ただ流飲、そう呼ばれる特別な血があるという。主の主はそれを持っておる。それゆえ巫女様は付け狙われる。お前さんの体が妙なことになっておるのもそのせいかもしれぬな。お前さんもそうじゃが、この荒れ寺にはおかしな客がまあまあ訪れる。寺を出て右手の広場にもそうした者が一人おる。妙なことになっておる者同士、気が合うかもしれんな。その優しい顔の仏様は、わしの掘ったもんじゃねえ。まことの物資が掘られたものだ。人が、己の内にあるものと向き合う。そういった時に助けとなるだろう。己の内にあるものとは？怒り、悲しみ、あるいは、古い過去の記憶、そういった類のものじゃ。
それがしを切ったところ、そこもとがただ疲れるだけであろう。そこもと、名は、名乗られぬか。だが、腕ある忍びとお見受けした。忍びの技ならば、あるいは、そこもとよ。ぜひ、それがしと立ち会ってもらおう。やはり死なぬわな。そこもとの立ち筋、見事なものであった。それがしをかように従前に殺した者、そうはおらぬ。お主は何だ。死なず、あるいは虫付きと呼ぶ者もおるな。死ねぬので、ただここにおるのだ。そこもとはこのような荒れ寺で何を。随分と眉間にシワが寄っておる。そこもとよ、それがしを使い刀の修練をせぬか。お主の使命を果たすために。死ねぬ体ゆえ、幾度でも切られてやれるぞ。どうじゃ。断る。そうか。まあ無理は言わぬ。退屈しのぎになると思うたがな。心変わりしたら言うてくれ。そこもとか。それがしを使い刀の修練を積むがいい。承知した。よし、ではやろう。刀を振らば気も紛れるというもの。しからば参る。
さすがだな、そこまで。また来るがいい。そこもとの技の試し、いくらでも受けようぞ。誠に息を吹き返したのですね、流陰の力。この目でしかと見ることになるとは。何者だ。エマと言います。去るお方に仕えるクス氏です。去るお方とは。すみませぬが、主の命にて明かせません。ただあなたを助けよと、そう仰せつかっています。うん、信用しろとは言いません。ですが、私は主の命を果たさねばならぬのです。あなたが持っている薬水の瓢箪、それはもともと私が作り上げたものです。クス氏として助けとなりましょう。この瓢箪、お主が作ったというのか。はい、元は九郎様のためにあなたが譲り受けていたのですね。気づいているかもしれませんが、この瓢箪の薬水はおのずと湧き出します。尽きたとて少し休めばまた満ちるでしょう。クス氏としての助けとは。瓢箪の種をお持ちください。種だと。はい、薬水は瓢箪の種より湧き出します。新たな種を加えれば薬水の傘が増すでしょう。手に入れたら持ってきてください。分かった。一つ頼みがあります。なんだ。少し顔を見せてください。何。うん、白いあざ、これは生まれつきですか。いや。ならば流飲を受けた者に現れるということか。あるいは兆しか。もう良いか。ああ、十分です。無礼をしました。すみませぬ。ではまた。Thank you.
ぞ。
同士とやはりかすかに顔を寄せねばわからぬほどだが、なんだ流因のよどみ、その兆しが出ておるのやもしれません。よどみとは？我が師道元より聞いたことがあります。流因の力は死を重ねることでよどんでいく。よどみはたまれば必ず溢れるでしょう。溢れればどうなる？病が振りまかれるとか杞憂ならばよいのですが、もし返事あれば。ああ、お主のもとへ行こう。うん、変わったことがあったのですか？ああ。どのような？俺はひとたび死んだ。だが巫女様の声が聞こえ、気づけば再び生きていた。ひとたび死に、今再び生きているならば、それは快晴でしょう。快晴？九郎様の流因の巫女の力と言われています。快晴の力を与えられた者は死してなお蘇る、幾度でも。バカ。はい、おかしなことです。ですが現に起きている。また変わったことがあれば知らせてください。快晴の力が何も見返りを求めぬとは思えぬのです。狼殿、よく参られました。氷炭の種とはこれか？はい、それをこちらに。種を氷炭に植え付けます。よし、これで薬水の傘が増すでしょう。妙な薬だ。妙ですか？うん、悪い気はしません。貢献があれば奇妙と思うことでも勇んですべし。それが我が師道元の教えですので。そうか。氷炭の種を見つけたならばまた持ってきてください。薬水のかさ増しをしましょう。ではまた。手に入れた。任務か？ああ。忍び騎士は騎馬じゃというたが、任務を仕込むことでその牙は形を変えることができるようになる。叩き立てならば打ち砕き、素早き敵ならば仕留め撃つ。仕込んだ人具が増えるだけ敵を殺す術も増えるじゃろう。殺す相手なりの殺し方を持つ。そういうことじゃ。随分と詳しい。いかんな。いつまでも血生臭いことを言うておるから仏の顔も鬼になるのよ。どれ貸してみろ。わしが任務を仕込んでやろう。
わしが掘る仏はどうやったって怒り顔だ。業深い者はそうなる。お前さんもいつか掘ってみればわかるだろうさ。それで何か用か。ああ、そこにある優しい顔の仏様、そいつには妙な真似をするなよ。
うお、伊之助か、せがれよ。若様を見なかったかな。腹でも痛いかの。そなたは昔から腹を下しやすかったな。まあよい。せがれよ、この鈴をそなたに託そう。若様のことを案じ作った守り鈴じゃ。この守り鈴を仏様にお供えしておくれ。目覚めたようじゃな。因果よの。なかなかに死にきれぬようじゃ。どうした？理由がいいよ。よどみのあふれて振りまかれ、やがて死に至る病じゃ。なんだと？わしのことなら心配いらん。あいにくとまともじゃないんでな。
じゃが、喋るのは面倒じゃ。あとはエマに聞け。物資殿には会われましたか。ああ、あれは。はい。我が師道元より聞いたことがあります。竜院は改正の力を授けることができる。しかしそれは常ならぬ力。繰り返せばやがて淀みがあふれ、関わった者に病として降りかかる。その病を竜害と呼ぶと。知りながらそれを止められなかったは私の不明です。すみません。その竜害を治す術は。わかりません。ですが突き止めねば。まずは死の残した記録を当たってみます。頼む。では
竜害か。イノスケ、イノスケ。はい。若様は。はい。Ah!
平田のものだ。弔ってやらねば。九郎様、エマ殿、平田から逃れてきたもの、他にはもうほとんど残っておりません。そうですか。すまぬ、流飲を狙う者は絶えぬ。平田の者たちを私が巻き込んでしまった。顔にね、縛るだけでは不安じゃのう。戦の前に我らが襲われてはしょうもないわ。いざとなれば火を使うしかあるまい。赤目は火を求める、そういうお達しじゃと。お達しの変わっちまったな、わしらの戦も。